英語の勝利です。今回ですけども宝くじで夢を変えるというやつがあるんですけども、そのくじを10万円分買いたいなというふうに思います。これですね、8円くじ2億円当たる前後賞合わせたんですけども、一口で200円ですね、1枚200円で1億5000万です。1等前後賞で、まあ、2500万と、2等が20万円、20万当たっても俺からしたら快挙やで。初夢賞、これも結構でかいですね。1万か、はい、1万円その感じのくじ10万円分今から買ってきたと思います。初夢くじを10万円分500枚です。はい、すいません、あ、バラで大丈夫です。はい、バラでバラ500枚買います。前後賞は狙ってないです。今回はとりあえずどれか当たればいいっていうその感覚でいきます。はい、500枚買ってきました。これ楽しみですね、当たってほしい。全部バラで買ったんで、まあ、確率的に当たりやすいとは思うんですけど、じゃあこれ抽選日まで待ちたいと思います。はい、じゃあ初締めくじ、当選決まったらしいんで、これ実際に今から機械に通して当たりがあるのかどうかやってみようと思います。まあ、10万円分あるんで結構ありますか、こんだけ。結構やな。2億あったらどうしようかな。どうする、どうしようかな。焼肉行こうかな。いつでも行けるやろ別に。じゃあ今からちょっとじゃあ機械通してみます。お願いします。はい、焼いてほしいな。今回は何回も宝くじ買っとうけど、いまだに高額当選なしやからな。もういい加減当たってほしいな。いい加減。お、200円。まあまあ200円は普通やな。お、お、2000円か。急にほんま2000円やな。2000円やな、さっきの。でかいぞ。でもまあどれぐらいの還元率だよな、これ。確かにな、まあ、2億当たるからそんなに多分還元高くないとは思わないけどな。まあ、結局一発ですよね、欲しいのは。高額当選枚数のところにトンって乗ったらな。そんな映像欲しいな。うん、もう前か思うけど、それはにやけるしかないやろな、そうなったら。コツコツやな、ほんま。俺これは一発ちょっと大きい入っておきてほしいな、これ。まあ、全然来てないもんな。おお、2000円。2000円が最高か、今って。2000円の上が多分1万円ぐらいあったと思うんでね。はぁ、今んとこまあまあまだまだやで。渋い結果やけどな。渋いな。これなんか結局なんかこのなんてやろ、宝くじ持っとうやのが楽しいわ俺。あぁ、見るより。あ、2000円。もう見るの嫌やわ、なんか現実突きつけられたみたいな感じ。なんか言ったらプリクラめっちゃ可愛い女の子に実際に会いに来た時みたいな。あぁ、がっかりするみたいな。そう、がっかりするみたいな。はぁ、お前かいみたいな。夢が終わっていくよって、もうすぐ半分切るやん、もうこれリセットされた。そう、まあ1万でもいったんか。まあ1万はいくわな、そら10万円買って1万円買ったらほんまもう終わりやろ。還元率的に、終わりやで。いや、1万ぐらい来たってもおかしくは思わないけどな、全然な。こんなんでほんまに2億渡る人おるわけやからな。確かにね、高額当選枚数出るわけやろ。おっ、おー、2000円か。2000円やな。2億当たってどんな気持ちだよな。わっかな、当たった人聞いたよ、ほんまに。そうやな、インタビューしたよな、一回。2億当たってどんな気持ちですかみたいな。2億当たってみたいな。そうやな、うん、何するんですか今から。そうやな、とりあえずガッツポーズするんかな、やっぱ家帰って。いや、もうガッツポーズだから言葉出る、失うんじゃん。あって、あって、うん、あー、くそー、2000円が最高か、これ今。2000円が最高やな。1万ぐらい行ってほしいけどな、ほんま。現実の厳しさはやっぱ宝くじ来るたび来るたび気がしてくれる。やっぱコツコツ頑張っていかなあかんのやなっていう。ああ、やっぱ人生その一発狙ったらあかんのやなっていう、そんなやつやな。確かにな。うん、そう、そういう気持ちさせてくれるよな。反面教師だよな、多分。身の引き締まる思いですよね。そういう捉え方もできないな。あ、そういうことやね。そのために出しちゃうから、これ。あ、そうなんや。そう、勉強なんや、これは。勉強。世の中のやっぱでも学生とかで一発狙いに行こうとしてる人も、やっぱコツコツやれっていう。そんな甘くないと。階段って一段飛ばしたらあかんねってことね。おー、2000円か、最高が終わるんじゃん、これも。え、だって終わるな、おそらく。一発一番ぐらい来てくるよ、ラストラン。なんかもうラストほんまグランドスラム見せて、グランドスラム20グランドスラム見せてほしいな。ジャパニーズドリーム見せてよ。やっぱ日本って意味がないな。うん、そうやな。アメリカンドリームっていう言葉があるぐらいやから。ジャパニーズドリームないんや。ないやろ、ジャパニーズドリームなんだ、この世には。この日本にはな。終わった。嘘。終わった、ね、終わり。終わった。気づかれ。野球人生の終わりやで、これ。野球はしてないもんな、マジで。今スカウト の影山さん出てきて、 あと一本足りなかったようだねって言われたから。もう一本残るちゃうけど、もう何本足りてない。そう、はい、終わりました。結果名刺2枚ね、1万400円と1万1600円。これで焼肉ってことですね。焼肉代、焼肉代ですわ、これも。ほんま10万円が2万
2,000円と。だから還元率で言ったらまあ 20% ぐらいですか。まあ、結構やっぱ低い方ですかね。スクラッチだと 30% ぐらい返ってくるんですけど、やっぱこういう一発あるやつは 20% ぐらいになされてるんですかね。いや、やっぱ現実はなかなか厳しいところありますけども、まあ、今後もちょっと宝くじで買い続けて、やっぱ一応やっぱ宝くじの神様っていると思うんで、振り向いてもらえるまでアタックし続けようと思うんでね、今後もこの宝くじシリーズ楽しく見てくださればと思います。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。